この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おはようございます、伊藤久男です。いよいよ今週土曜日 J リーグが開幕。今回は開幕直前エスパルスのフォワード対談をお送りします。さあ変わりましてはエスパルスのフォワード対談、この2人が登場です。今年悲願のリーグ戦優勝を狙うエスパルス、そのキーマンとなるのが浦和レッズから新加入の元日本代表永井祐一郎と、昨シーズン6ゴールを挙げて優秀新人賞に輝いた原和樹。2人のフォワードが今シーズン目指すものとは。永井さん、エスパルスで移籍を決めたっていうのは一番大きな理由は何だったんでしょうか。まあ、まずやっぱり、ね、チームを出たかったっていうのが まずあって、はい、まあ、僕は本当に浦和に行った時に純粋にサッカーをやりたかったんですよね。まあ、本当にピッチにも立てないし、サッカーもなんかいまいち面白くないなみたいな気持ちにもなってたし、で、まあ、そういう中で、まあ、エスパルスに声をかけていただいて、でなぜそれで決めたかっていうのはやっぱりその組織として戦う、その中に個人技を入れていくっていうような、まあ僕が本当に好きな求めていたようなサッカーをしてるチームっていうふうに思ってましたね。はい、原選手は最初永井さんが来るっていうのを聞いた時はどう思ったんですか。はい、もう超嬉しかったっす。そう、少ない本当っすよ。永井さん来なかったら日本人の最年長っすよ。そういう理由でか、フォワード陣で。はい、で、まあ、まだ3年目だし、お願いします。なんだそれ。やっぱ永井さんのプレーを見て、ええ、まだまだ、ええ、ここでとどまらずレベルアップしていきたいんで、勉強させてください。いやいやいや、変わり者ですね。まあ、僕が若い時にそういうことを選手とか取ってこられたら、ええ、ふざけんなよって思ってましたよね。正直。だけど、まあ、だんだん年を取るにつれて、シーズン始まるまではいい意味でその競争っていうのがあるけど、はい、始まってしまえばパートナーだし、チームの、ね、幅というか層の厚さにもつながって、やっぱり苦しい時でも勝ちきれるような駒としてやっぱり、はい、必要なんだなっていうのは思うようになりましたけど。それ何歳ぐらいの時ですか。まあ、こんな若くなかったですね。こんな若くなかったですか。でも実際一緒にやってみてどうですか。スーパーっす。いや、もう天才ですよね。永井選手何すごい。いや、全部すごいんですよ。もう何も出ないよそんなに。出ないですか。永井さんから見てこの原和樹という選手はどんな選手なんでしょう。そのプレーを見てる中ではやっぱりその体の強さ、その身体能力の高さを生かしたその突破だったりとか、そのキープだったりとか、だからすごくいい選手だと思いますし、ただやっぱ練習の中でシュートをすごく雑に打つんですよね。だからそこまでいいのに、なんそこのそのシュートで終わっちゃったかっていう。あ、最後のフィニッシュがそれかと。そんな見ててくれてたんですか。結構見てんだよね、いろんな。やっぱり自分の中でいろんな経験とかもあるし、はい、アドバイスっていうことではないですけど、話したり、はい、もしこういうふうにした方が相手は怖いんじゃないとか、はい、いや、嫌じゃないとか相手。ちょっとものすごいいい人ですね、永井さん。もうめちゃくちゃいい人だね、ちょっと。ね、はい、すごい。いや、結局それが自分に返ってきますから。ビールでいいですか。そっちじゃない軽い話になった今いい話だった。実際試合で一緒に戦った中で帰ってくるんですよ、フォワードは。原選手は昨シーズン26試合に出場し、岡崎、枝村に次ぐ3位の6得点を記録。大きな得点源になりました。でデビューもできて、まあ、本当すごいサッカー選手としても人としても大きく変われた1年だったなと思います。まあ、自分の中であの出場時間で6点取れればいいやってよりもまだできたなっていう方が、でも少しのやれるっていう自信もついたし、サッカー選手として大きな一歩を踏み出せたなと思います。原選手が最も印象に残った試合は28節の FC 東京戦。母ひろこさんの死を乗り越えてゴールを決めました。チームが勝って自分も点取れて、すごいいいサッカーもできたと思うんで、母親のこととかあって、まあその中でもやっぱ一番家族が望むサッカーっていうのをやり続けて、自分のあのゲームで掴んだものっていうのもすごい大きくあって、本当大きな成長ができた試合だったなっていうのを強く感じますね。岡崎4戦も含めレギュラー争いが激しくなったフォワード陣。
そんな中、開幕スタメンの座に自信を見せる2人が今シーズンの目標を色紙に書いてもらいました。はい、優勝ですね。やっぱりこの2文字しかないですか、今年は。そうですね、もう本当にチームもそれをしっかりとした目標としてやってるし、まあ、僕自身もやっぱりその優勝、ここをやっぱり常に目指してやっていきたいと思います。はい、日本一、去年目の前にして取れなかったタイトルでもあるんで、今年は何が何でも日本一っていう大きなタイトルを静岡に持って帰ってきたいな。このツートップやっぱ僕ちょっと見たくなりましたけど、本当に俺もやりたいです。まあね、まあ、そういうふうに言ってもらえるのは嬉しいことですけど、まあやっぱり、まあ、お互いそうだと思うんですけど、やっぱりゴールの気持ちっていうのはやっぱすごく強く持ってると思うので、まあ、実際試合になったら本当にしつこいって思われるぐらいに、本当ゴールにっていうような姿勢を、まあ、2人で出していけたら、まあ、そういうエスパルスっていうのもいいんじゃないかなっていうふうには思います。永井さん、いい人だ。すごいいい人なんですよ。もう本当にね、結構心から応援したいですよね。心から応援してどうすんのよ。いや、来週日曜日アルディージャとの開幕戦、本当に楽しみですよね。そして今ご紹介しましたこちら2人のサイン色紙セットにして1名の方にプレゼントします。宛先はこちらです。木曜日の必着でご応募ください。お待ちしています。清水サポーターよ、このバーサスを見逃すな。2009年サッカー王国の本気を見せてやる。清水エスパルス戦、スカパーは全試合生中継。